本田選手は試合後に悔し涙や嬉し涙を流したことありますか？もしあれば、そのどの試合の、時かお聞きしたいですと。いや、もう子供、パッと覚えてるのはやっぱ子供の時とかになるんじゃないですかね。あんまりなんか泣いたっていうのは大人になってあんまり記憶ないですかね。まあ、はい。